難しいですよね。真ん中ですね、これね。でちょっと詰まり加減だったですから切れなかったですかね。まあしかしバッテリーが若いといえば若い、まあ、ワントゥーからライトだ、ライトだ、どうだ、入るかな、入ったか、ホームラン、ホームラン、ボールに当たりました、ホームラン、同点。今のシーンです。秋山さん、おっしゃることは分かります。もっと低くです。ボールに当たりました。運命の4球目、高めの球、打ったぞ、大きく伸びているぞ、ミラクルの打球、で、あの感じたシーズンだったんじゃないですかね。そうでしょうね。あとガルベス打った、ガルベス打った、ライトバック、ライトバック入った、ガルベス打った、ガルベスホームラン、すごい。ノーヒットピッチングに自らホームラン先制だ。ああ、レフトには打つことありますけど、ライトにこう流してホームラン打ったというのはあんまり見ないですよね。そうでしょうね、外のボールを。これただあの見る限り、スワゲッツーを右打ち、伸びて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 入りました。先頭バッター1番の清水、高津です、ライトへ、弾丸ライナーは見送った、さあどうだ、2点差だ、2点差に来た、アスロスのスリーラン、さらに続いていきました亀井のソロホームラン、さあこれもどうだ、行ってしまうのか、ライトスタンド、なんと3者連続ホームラン、マイレーカープ、マクレーンと栗原のホームランでリードですが、これはいった、完璧だ、これは打たれた、長打へ消えました。投げて打ってすごいパワー、コルビーレイス、この当たりは伸びていく、階段打つと右方向は伸びて伸びて、46号スリーラン、これが4番です、これがタイロン打ちです。高く上がった、そのまま行くのか、満塁ホームランが2試合連発、優勝に大きく近づきました。いい水曜日の当たりはレフト、伸びていくが伸びていってスタンドに入りました。いい水曜日のツーランホームラン、この方向はいい水曜日の打球は伸びるんです。ちょっと変だったですね、はい、こう逆らわずにちょこんと当てたようなバッティングにも見えるんですが、打球はぐんぐん伸びていきました。あれでホームランになったらどうしようもないですね、打った、いい当たりだ、センター浅井がバックして、バックして、バックして、見送った、なんと左中間の最上段、さあ打球はどこまで飛んでいく、どこまで行くだろう、うわあそこまで飛んだ打球久しぶりに見ました、ブランコ第10号、
強烈な打球だ。夜空に舞い上がった打球はボール際、右か左か、左入ったホームラン、勝ち越しのホームラン。スライダーが真ん中低めですか。ボールの行方は、ああやはり場外でしょうかね。もう外出ましたね。先頭バッター1番の清水、高津です。ライトへ弾丸ライナーは見送った。今のシーンです。秋山さん、おっしゃることは分かります。もっと低くです。ボールに当たりました。いや、運命の4球目。高めの球、打ったぞ。大きく伸びているぞ。ミラクルの打球、あの感じたシーズンだったんじゃないですかね。そうでしょうね。あーとガルベス打った、ガルベス打った、ライトバック、ライトバック入った、ガルベス打った、ガルベスホームラン。すごい、ノーヒットピッチングに自らホームラン先制だ、ね、レフトには打つことありますけど、ライトにこう流してホームラン打ったというのはあんまり見ないですよね。そうでしょう ね、外のボールを、まあ、ただあの見る限り、してはゲッツーを右打ち、伸びて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 。非常に難しいですよね。真ん中ですね、これね。でちょっと詰まり加減だったですから切れなかったですかね。まあしかしバッテリーが若いといえば若い、まあ、ワントゥーからライトだ、ライトだ、どうだ、入るかな、入ったか、ホームラン、ホームラン、ボールに当たりました、ホームラン、同点。さあどうだ、2点差だ、2点差に来た。アスロスのスリーラン、さらに続いていきました亀井のソロホームラン。さあこれもどうだ、行ってしまうのか、ライトスタンド、なんと3者連続ホームラン。マイレーカープ、マクレーンと栗原のホームランでリードですが、これはいった、完璧だ、これは打たれた、頂戴へ消えました。投げて打って、すごいパワー、コルビーレイス。この当たりは伸びていく、階段打つと右方向は伸びて伸びて、46号スリーラン、これが4番です、これが第6号。
このまま行くのか。